8時になりました。急騰中の大阪 IR 関連10銘柄についてお伝えいたします。大阪 IR とは、大阪湾に浮かぶ人工島夢洲にカジノを含む統合型リゾートを開設するというものです。年間の来訪者数は2000万人、費用は初期投資で1兆800億円、計画は認定され、カジノ免許付与などの手続きが進めば、日本で初めてのカジノ施設となります。日本初のカジノということで、大きな注目を集めていたものの、反対意見も多く、法律整備も必要なことから、実現は懐疑的に見られておりました。しかしながら、先週水曜日、事態は実現に向けて大きく動き出します。こちらは水曜日の朝日新聞です。カジノを含む統合型リゾート IR について、政府は大阪府市の整備計画を認定する方向で最終調整に入った。そして先週水曜日に政府が大阪 IR の整備計画を認定いたしました。こちらが金曜日の NHK ウェブの状況です。カジノを含む IR、統合型リゾート施設について、政府は14日、2029年の開設を目指すとした大阪府と大阪市の整備計画を認定しました。本来、大阪 IR については、MGM と大阪 IR 株式会社を設立したオリックスが注目されるべきなのですが、オリックスの株価は、それほど動いている状況にはありません。こちらは大阪 IR 株式会社に出資する企業です。合計20社で全体の約 20% を出資していますが、オリックス同様、株価はほとんど反応しておりません。大きく動いたのは出資していない企業の株価です。こういったイベントものでは、ど真ん中の大企業の株価はほとんど動かず、聞いたことがないような小型・中型の銘柄が大きく動きます。大阪 IR については、先週水曜に市場が大きく動き始め、今後も引き続きの報道で関連銘柄が上がる可能性があるため、ここでは値上がり率の順位で関連銘柄をご紹介いたします。まず第10位。神組です。神組は、夢洲に物流用地を持つ港湾総合運送の大手です。株価は2817円、出来高は53万株です。運用概算が2万9000株ある状況です。株価の方は火曜日の2708円から2817円に、4.0% の株価上昇の状況です。まだ10位ですので、小さな株価の上昇です。そして第9位。第9位は横浜冷凍です。横浜冷凍は、夢洲に物流センターを持つ冷凍倉庫の大手です。株価は1037円。出来高は16万株。運用概算が1万6000株ある状況です。株価の方は火曜日の994円から金曜日には1037円、4.3% の株価上昇です。そして第8位、三星テクノロジーズです。三星テクノロジーズは遊戯機械と舞台機構の会社です。2025年の大阪万博を含め注目されている銘柄です。株価は888円、出来高は16万株、運用概算が12万株ある状況です。株価は火曜日の809円から金曜日には888円へ、9.8% の株価上昇となっています。そして第7位。第7位は日本金銭機械です。日本金銭機械は金銭計数機の大手です。紙幣鑑別機はアメリカでトップ。
カジノ向けの実績を持つ企業です。株価は1336円。出来高は160万株。企業改ざんが110万株ある状況です。株価の方は火曜日の1212円から金曜日には1336円、10.2%の株価上昇となっています。そして第6位。第6位は大泉です。大泉はパチスロなどのメダル計数機で最大手の企業です。株価は551円、出来高は73万株です。企業改ざんが37万株ある状況です。株価の方は火曜日の483円から金曜日には551円へ、14.1%の株価上昇となっています。そして第5位。第5位は杉村倉庫です。杉村倉庫は夢洲近くに本社を持つ関西地盤の老舗の倉庫業者です。株価は831円。出来高は370万株。47万株の信用改ざんがあります。株価は火曜日の680円から金曜日には831円へ、22.2%の株価上昇となっています。そして第4位。第4位はユニバーサルエンターテインメントです。ユニバーサルエンターテインメントはパチスロ機の大手です。カジノリゾートではフィリピンでオカラマニラの開発と運営を行っています。株価は3155円。出来高は216万株です。信用改ざんが100万株ある状況です。株価は火曜日の2535円から金曜日には3155円へ、24.5%株価上昇しています。そして第3位。第3位はテックファームホールディングスです。テックファームホールディングスはカジノ向けの電子決済サービスを提供する企業です。株価は774円。出来高は100万株です。信用改ざんが57万株ある状況です。株価の方は600円から金曜日には774円へ、29.0%の株価上昇となっています。そして第2位。第2位は大運です。大運は大阪港の港運を中心とした総合物流を行う企業です。株価は555円。出来高は580万株です。信用改ざんが9万3000株ある状況です。株価は火曜日の315円から金曜日には555円へ、76.2%の株価上昇となっています。水曜、木曜、金曜、ストップ高3連打中の状況です。そして第1位。第1位は桜島ふ頭です。桜島ふ頭は大阪港地盤の商業ふ頭会社です。夢洲近辺に倉庫を持っています。株価は2594円。出来高は58万株です。信用改ざんが1万6000株ある状況です。株価は火曜日の1394円から金曜日には2594円へ、86.1%の株価上昇となっています。水曜日、木曜日、金曜日とストップ高3連打中の状況です。この他にまだ目立った動きはないものの、関連銘柄とされる6銘柄がこちらです。五洋建設、海上土木の最大手です。夢洲の再開発に実績があります。そして三九、夢洲に物流用地を持っています。日清、国際物流の大手です。三菱倉庫、住友倉庫、コナミグループ、
その他に、吾妻海運が金曜になって急に動き出しました。吾妻海運は資材輸送の会社です。グループ会社の近畿港運が夢洲コンテナターミナルに出資参加しているということが材料視されています。株価は369円、出来高は240万株、8万2000株の信用買断があります。金曜日に株価は急騰し 27.68% の上昇でストップ高となっております。とても夢のある動きをしている大阪 IR 関連銘柄ですが、カジノ銘柄だけに売買に際しては十分ご注意ください。大阪 IR 関連銘柄についてお話しいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。